これは D サブやったっけ、モニターとかにつけるやつちゃうの。あーほらこれ、この形。おっそすグラウンデッド、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いては何をすればいいんでしょうか。前回この場所やね、庭の上層への登り口っていうところを登ってで、たどり着いたところでダンゴムシのダンちゃんが出てきて、ちょっと強くないっていう感じで終わったんですけれども、こっからクエスト的にはまだクロアリツカの研究所に行かなあかんのよね。でバーグルチップがどうなんかな、ここなんかな、こっちに行かなあかん気がせんでもないんです。急にダンゴムシちょっと強すぎる気がするんよね。こっちに行った方がいいのかどうなんでしょう。スーパーチップを手に入れるためにはアリツカの迷宮を抜け、タリー博士がアリから研究所を守るために配備しているであろう防衛機構をどうにかしなければならない。よくわからんこと言うてはりますわ。というかお水とかまたあれやな、そういうのを集めるのすらこの上層階でやるのはちょっと怖いんですけど、いけます。小石のかけら、はっはっはっ、小石、この音はてんちゃん、それともアブラムシ。飯を準備するのですらな、わざわざ帰ってられんからな。ここで焚き火が一応できました。ただ飯がそんなに素材がねえからな。荷物もこの辺置いたりできるところがないし、ちょっと不安ですね。というかお水をお水をゲットしないと干からびて死んじまいますよ。飯早く焼けて OK。 なのでちょっとあっちの方にも行こうかな。あそこちょっとミツバチ怖いけどね。庭の上層に登っちゃうとこれ降りられへんのかな。こっちの上層エリアまだまだあるんやけど、そうなると上層エリアの方が後で来る可能性あるよね。はっ、危な、結構結構段差あったわ。何これ、七輪かなんかバーベキューセットが倒れとんのか。何あれ、アッシュ。しかもこれこの感じでテントウムシな、お前ちょっと、ああ違う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 投げてもうた、返して、ああ怖っ。アッシュテントウムシは差し付きに弱い。お前倒せる、なんかやべえの、うらうら、あなな、シズリングってなんや。あ、でもいけそう。
痛い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 けど行った。アシュテントウムシ倒しても普通のヤゴの牙しか手に入らへんの？いや、三分筆線がなんかいっぱいだ。ここなんや。てんアシュテントウムシの幼虫、幼虫ってあんなでかいの？この辺の焼けた草、あら、ボロボロ取れへんのか、消えちゃうな。へえ、アシュテ、この辺入って大丈夫なんかな、この辺熱々ちゃうのこれ。あ、シズリングってこれ、いや焼けてます私。あ、ちょっとなんか、あーもうお水ないなんか耐熱系の装備がいるとかそういう感じなんかな。水筒、お水飲んどこう。はー、すごいね、マグマ地帯的な溶岩エリア的な。それがまさかの、バーベキュー、バーベキューセットが転んで炭火が炭火と焼け石が大量にある感じ。はあ、音楽は急にやんだ。はっ、お水ってことはあっちじゃないよね、まだね。とりあえずあのサイエンス取ろう。サイエンスじゃないわ、 MXR か、ミックス R。 あれはちょっと守るの大変そうやから、ってことはやっぱ先にあっちやんね。降りて大丈夫？そこのクローバーに着地ちょっと食らった。この辺ミルクモーラーとかありそうじゃない、like、こんな端っこまで来てんやで、ミルクモーラー系ないか。こっからバーグルチップが足りないってことは、先にやっぱあの4番を取りに行かなあかんってことなんかな。アブラムシの蜜は食べれたね。いいね、端っこやで。多分今庭の端っこいるで。あ、雲、虫虫虫虫、リンゴか。なんでこんな食べた状態のリンゴがほっとかれてんだい。なんか今影が見えた気がしたけど、おほん、腐った食べ物、リンゴのかけら、リンゴのかけら、いらんのがいっぱいあるな。小石いらない、リンゴ、新鮮なリンゴ、新鮮なリンゴと普通のリンゴは違うんかい。植物繊維いらない、新鮮、腐った系は確か持ってたはずやから。うわ、腐った、腐った、腐りまくってんな。リンゴ、リンゴ全部壊さん方がいい、ちょっと置いといた方がいい。雲エリアやな、お皿があるだけ。あ
ああ、ちょっと新しいエリア。ドキドキしますな。こっちでやってますか？あれ？弱ったダンゴムシ。弱り系が出てきたぞ。じゃあいける？なんで弱ってんやろ。わあ、亜種テントウムシのイチゴはやっぱレベル3とかなんやな。ダンゴムシ弱った庭の上層にいて、こっちは草原西部ってことは、お前ぐらいなら頑張れるってことでいいのかな。こわっ、いいかどう。ういうい、やばそう。あぶねえ。でも弱いんちゃう。からう、いや、その回復量やばい。その回復量やばいって。ピヨピヨにさせなあかんのかな、やっぱ。くねろくねろくねろ、痛い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 、くねろくねろ、うっつ、やば、よしよしよし、え、ふん、あつん、ズン、怖い。す、お前の攻撃のタイミングがよく分からへん。ズンズン、でもそんなに何回も丸まったりできへんタイプか、お前は。あー怖い。なんとかちょっとずつ削ってる。あ、やめて、回復しないで、回復やめて。回復だけはしないでくれ。うんうん、ピヨピヨならへんな、こいつ。なかなかこんだけ殴って、いや、はっ、ズンズンだ。ピヨピヨなれや。ピヨピヨならへんな、全然だ。この野郎、この野郎、なんかプルプルしないで、こら。あー回復。でもちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ削れてる。うち、頑張れ。俺なら、俺ならいける。俺なら頑張れるぞ。うん、攻撃負けん。うん、やばい、死んじゃう。はお願い、倒させて。危ない。うん、あー怖い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 。もうちょっとです、お願いします。あとちょっとです。ミリやったのに。ミリまで行ったのに。うんうん、ガード、ガードしっかりして、ガードをしっかりしておけばなんとかいけなくはなさそうなんだ。怖い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 。どうもよろしくね。ふう、あそこまで取りに帰らなあかんな。いやー、きついぞ。っていうか、なんかアイテムを全部落とさなくなったよね。なんかそういう優しい仕様でもどっかのアップデートで入ったんかな。昔は全部アイテムなくしてた気がするんやけど、まだ持ってるぞ。この辺ミルクモーラとかない？クモ。全然違う。ミルクモーラや言うてんのに、クモはダメよ。一旦あっちまで帰らなあかんね。さささささ、脆い系が。そうやな、もうちょっとこの斧か、これをレベル上げとけばダンゴムシ倒せなくないってことなんやろうけど、
でもレベル上げするにはまた向こう戻らなあかんぞ。あ、ミルクモーラーのボトル、つまりミルクモーラーとはなんじゃい。よしよし、オッケー、さっ、ミルクモーラーあったけど、今俺が欲しいのは、はっ、なんでしょう。とりあえずカバン取りに帰らなあかんやけど、粘土は別にいらん。いっそのこと、ダンゴムシもあれかな、爆弾とかで倒さなあかん感じ。弱ったダンゴムシ、頑張れば倒せそうなんやけどな。あら、リュックが。リュックがいっぱい。ちょっと待ってな。この辺、いらんわ。で、なんか、火力アップする方法とか、なかったでしたっけ？ミューテーションしかないかな。ブレードマスター、パリ、ロック、小さな腕でもより効率的にハンマーを振り下ろせる。それの方がいいのか？スタミナ、体力の代わりに。お前弱ったやつやんな。弱ったやつや。もう一回頼もう。弱ったダンゴムシ。香辛料に弱いっていうのがいまいちよくわからんのよな。データ。弱点。目ん玉が弱点とかそういうわけでもないもんな。じゃ、行くぜ！今度こそ。まず最初はしっかりガード。ふん。ふん。ガード、ガード、ガード。どうせ回復するからな。どうせお前回復するから。回復だ。よし。いや、ほぼ全回復やけど。ふん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 。いや、やっぱもっと火力がいるんかな。ズン。ズン。え、痛い。その唐突な攻撃やめて。タイミングわからへん。ガードができない。へい。あ、怖い。ほい、いや、じゃあ、あ、回復。この野郎、この野郎。ほぼ、全回復すんじゃね。ほんまにミリしか削れてへんけ、俺。こら。だーん。タイミングがわかりにくいな、マジ。ちょい。はい。はい。はい。危ない。その攻撃一番危ないな。あっ、そう、ほら、それ。それせこい。タイミング分かりにくい。あー、ちょっと、やっぱ、逃げます。無理だな。うっざーん。成功。後ろからやるのは、よくないぞ、ダンちゃん。回収に来たよー。どこだ？ダンゴムシは相変わらずおるけど、まずは一旦回収。取れない。ウサギの足、デッドブラック色の口紅、偽の外出許可証。何の話？いらないのは全部いるな。なんかこの辺でもう一個キャンプ場を作った方がええかな。お、ジュース。こんなところに植物園。草はいっぱいあるけど、火事場と作業台を多分作らなあかんのよな。作業台と
火事場が、あ、そうや、オーブン作れるようになったんやった。エバーチャー製の炭の塊、あの炭やっぱ取りに行けるんやな。へえ。あ、ゴイシタレット。なるほど。火事場、何がいるんや。火事場、脆い砥石、脆い、あれ、脆い砥石とか俺持って、こういう時に限って俺頑丈系持ってるやつ。いろいろいろんなものがいるぞ。ここにも焚き火とテントが欲しいな。必要なもんが多いです。収納箱も欲しいです。収納箱も作れたら作ろう。で、テントと焚き火、必要なもんばっかり。さっさっさ、収納箱も欲しいし、草もいっぱい切ってかなあかんな、これな。やることいっぱいやわ。一旦カバン回収して、小枝も何個かいるってなってたよな。やばい、暗なってきた。テントが一番先に作らなあかんかな。クローバーの葉、もっと別の場所で取ってきたらよかったな。さっきいっぱいあったよな、クローバーの葉。ここどこよ。まあまあ南の方来たけど、ここにミルクモーラーか。迷いそう。小石も必要なんやったっけ。やばい、暗なってきた。このタイミングで変なん出てきたらやばいぞ。あ、お水ありがとう。これがやっぱなんか水の線やんな。なんかモリモリ落としてるで。何の音、何の音、わかんない。このまま南の方行ってええんかな。ちょっとやばいな。これはちょっと夜を過ごさなあかん可能性が出てきたぞ。うわ、雲エリア、どうなってんのここ。通れるようになってってます。あ、あ、寝てます、起きてますね。やめとこう。ちょっと待って、まだお腹もそこまで空いてないから。あと必要なのは何やったっけ。クローバーの鳩、何がいるって言ってました、ゾウムシさん。ねえねえ、やばい、真っ暗になってきた。あ、キノコ食えたん違ったっけ。食える、今はキノコ食べとけ食べとけ、これで腹満たしといて。よし、ちょっとこの夜の中旅せなあかんかも。ああ、ゾウムシの生肉を取るにももういっぱいやな。
枯れ草はいらない。多分。小枝。枯れ草めっちゃ持ってるな、俺。生肉。いやー、暗くなってきた。あー、またゾウムシ。今回見逃してあげよう。どこまで来たよ。あー、夜、全く夜になった。剥き出しのパイプの方に一旦行かなあかんから。結局これなんか邪魔で向こうから回り込んでいかなあかんやんな。通れないよね。ぐるっと。ここじゃない？壁だね。見えねえ。夜は見えねえ。それ、なんかありますか？あれは？ブヨかダニか。ささささささ。ぐるっと回ってきたな。ここにあのむき出しのパイプ。ああ。ここに来るわけね。ここまでお前一回来たんや。で、今なら、トーチがあるから。これで、バブルヘルメットとか被れば。あれ？違うな。骨の探検と、ない。骨の探検と、バブルヘルメット。これで、前暗くて、行けなかったところが、行ける？お、結構、いけるな。ミジンコ。ちょっと待ってな。こっち、なんかノリできたけど。進むべき道はこっちで。あー、壁じゃない。カビ。カビ粘菌や、いますやん。パイプの中。ちょっとこれで、死んだらやばいっすよ。えっ、こんなところに根っこが。やめてよ。いける、いける、いける。どけ、ミジンコバカ。あ、年金じゃない、トーチが。意外となくなるの早い。あ、ちょっと待って、嘘。うわえ、嘘こんだけ進んでサイエンスあるだけ。それはそれでやばいんすけど。ロアーサイエンスとメガミルクモーラー。いや、こんだけ嘘。ちょっと待って、それはまずい。あ、痛い。はい、泳げるやつは水かき的なやつちゃんと入っといたらよかった。これは一旦ちょっと戻ろう。まずは戻ろう。トーチが結構もっといるかも。思い切ってここ右に行ってみたいけどやめとこう。またなんか根っこ切るゾーンやったわ。あ、こんなところに年金のなんやらがあるじゃない。じゃあ行ける？ちょっと 水かきに帰るわ。水かき変えて、年金トーチは、まだ、作れる？年金植物繊維かい。いや、なくなるな、これ。
帰ろう。真っ暗になるぞ、また。やめて。やばい。なくなる。ちょうど。帰ってきた。あ。ちょうどトーチがなくなったわ。危な。植物繊維と、何で作れるって？植物繊維でいけるな。植物繊維だけもうちょっとちょうだい。もうちょっとだけ。植物繊維すら見えにくい。これと、これと、はい、これと、うん。こんだけありゃ、ポン、ポン、ポン。あ、トーチ、トーチ、トーチ。トーチが欲しいから、前、いらない。ちゃうちゃうちゃう、お前、いらない。ない。で、トーチ。トーチが、何個ある？これでそこそこできたよね。よし。これでいけるやろ。行くぜ。このパイプの奥に何があるのか。で、一箇所この辺だけ一瞬息継ぎできるのよな。で、さっきここ右に行ったから、ここで一旦息継ぎして、よし。こっちだ。ふん。ふん。もういっちょ。スタミナがないっす。で、進んで進んで。どっか、強そうな、肩じゃないな。水雲やな、ただの。なら大丈夫。通れる。は、はい。やめて。後ろから攻撃とかしないで。で、で、で、出た。どっか出たけど。おい、普通に来たとこ。普通に来たとこですよ、ここ。新しいエリアとかちゃうんかい。ここ来たことあります？普通に研究所に来る方法が正面入り口以外にもあったっていう、それだけの話ちゃう？これ、こうなると、どうしましょう。分析、あ、リンゴがいけます。特に何もなし。あら、あなたたちいるのね。さあさあ、そっか、やばいやばいやばいやば。ここガセ、ガセエリア。ちょっと危ねえ。ああ、ちょっと待って、迷う。俺が行きたいのはこっち。うえー、あっちに行かなあかんのよ。暗いよ、怖いよ。除草剤エリア二度と来おへんって思ったらすぐ帰ってきてもうたんけ。早くお昼になってくれよ。こっちの方に、これも、抜けたか。いや、まだやな。せっ。水。水。あ、もう。
この辺水ふいっ飲ましてくれへんな。お前はあれ、お前はポトン飲ましてオッケーで、今度こそ抜けた。あ、抜けた多分ほぼほぼ。ホタルランプに変えて、でからバーグルチップ、ここやな。あれ普通に意外と黒アリ使い言うてなかった。でもなんか建物かなんか見える。ホースかホースやな。あれは、あ、研究所っぽい。ロックされている。なんか入る方法があるんやんな。クロアリツカ、多くのアリに囲まれた場所に研究所を作った。アリツカの迷宮を抜けってことは、え、アリの巣窟を通り抜けないと的な感じってことよね。なんかホース上行けるけど、このホースの中心にキノコがあるだけか。ちょっとよく見えんけど、降りたらこれ帰ってこれる？降りたれ。別になんもないかい。粘土、下通っていけるわ。ホースは特にじゃあなんもなしか。こっちに続いてるホースは、ん？お、世界全体がアリで溢れているような気分になってきた。ん？黒アリだ？まだ俺は黒アリを見てないぞ。ジュース缶、あ、ホースが登れないね、ここまで。んー、危な、今回は押しつぶされた感。んー、ちょっと待って、なんか気づいたら体力めっちゃ減ってるな俺。つこってつこってつこって、んー、さっボッコボコ、特になんもなし。クローバーの葉があればテントを多分作れるんだが、こっちにも空き缶あったよね。へい、ボッコボコなだけでなんもなし。現在地は、研究所にどうやって入るんかやな。アリツカ、あ、弱ったダンゴムシ出てくるね。お前でも意外と強いからちょっとあんまり戦いたくないわ。名前に騙されたらダメ。あのダンゴムシは凶暴よ。
ぱ防御力がすごい的な、そういうやつ。ダンゴムシってそんな強いんやったっけ。まあでもなんか他の虫にやられてるっていうイメージはあんまないよね。こっちの方に行かなあかんっぽいよね。あ、じゃあ、あれは、あれが入り口やろ？これのロックを多分解かなきゃいけない。けどロックを解く方法が、わかんない。何より暗い。お昼はまだか。アリツカがどっかに、何これ、あ、どこや今。ここも壁なんか。これホースよいしょ。お、お、あ、出た、クロアリア。こいつを追いかけていけばみたいな、前なんかバーグルのところで言われたような気するけど。あ、どこ行った。おーい、ゾウムシ、お前はゾウムシ。あ、こっち。Wonder what these ants are up to in the sand. きしょいわ。きしょいわ。ちょっと。あ。ねえ、俺行き止まりに案内されたんか、俺。あれ？アリの巣に、あ、リンゴのかけらじゃあもらっとこ。アリの巣に案内してくれるんちゃうの？こいつらも差し付きに弱いんかな。クロアリ、どこだ、あれ、クロアリさん、あった、働きクロアリ。一応差し付きに弱いな。行ったろ、ぬぬ、勝てる、お前くらいなら攻撃しないで。そんなに、なんか壊れた。何かが壊れました。あ、あ、あ、ホタルランプが壊れたんかも。待ちな、待ちな、お前ら、おい、おい、暗い中すまんな。一丁上がり、うわー、クロアリの部位、クロアリの部位、あ、クロアリの部位、頭もで、多分壊れたよね。いやー、ホタルランプ、どこ行った、これ壊れんのやばいな。他に今あるのはガスマスクとかやけど、一回あの遠いキャンプ場まで戻らなあかん。それはさすがに、さすがにだぜ。ちょっと明るくなってきた。いいよ、なんとか夜を越した感じやね。あとは火事場とかそういう系をちょっとこっち側で作らなあかんかも。マジでクロアリでもこっちの方になんかあるってことよね。お、いる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 、黒い働きアリがなんか運んでる。お前らなんか加えてないそれ。え、ちょっと怖い、すげえいっぱいいる。このアリはサンドボックスで何をしてるんだろう。
ちょっと待って、さっ、ん、どこにいる今俺。サンドボックスってなんや。あー、いやでも登れねえな。ぬー、無理。は、危な。はしごとかいっぱい作ってやっていく感じでもないよね。いやでもこれを多分どっかから入るんでしょう。うわー、ここも気になる。落ち葉詰まってる。あ、角度急すぎる？ダメ？いやー、いろいろ多分拠点を作っていかなあかんっぽいな。でも拠点を作ればいろいろできることはありそうな気がするぞ。でもって働きアリがなんか壁の向こうに行きたがってるっぽいよね。んー、どっか入れるところがあるってことよね。ささささささ。これは何のお皿？あ、ちょっと待って、こっち。うわあ。ガスマスクあってよかったけど、そういう腐ったビリーホック、お、腐った肉いらん。何これ、ゴミ袋か。さささささ、意外と進める。脆い軽眼、火事場作るのに使えるやつでしたっけ。結構いけるぞ。どうしたどうした、急になんか喋り出した。これは何、生ゴミやな。なんか果物の皮かな。あー、でもなんか壊れた AARTZ3000。 あ、これはDサブやったっけ。モニターとかにつけるやつじゃん。あー、ほらこれ、この形。もうね、最近は使わなくなったけどさ。さささささ、 HDMI がまあまあ主流になってきて、あ、なんやったらディスプレイポートもあるから主流はそっちに変わってりつつですけど、ちょっと待って、樹液もなんかに確か必要やったような気するから、リンゴ食っとけ。で、樹液、ジャンプ樹液、よし。そしてキノコ食い、食いキノコ、これで満腹。このくっさーい感じはガスマスクしてたら OK ってことでいいんかな。あ、そうやな、ガスマスクがやっぱいるんやな。はてなや、ちょっと大型のブヨ、ブヨのでっかいのもいるんや。変異型ブヨじゃないよね、大型のブヨ。どれだ、大型、あ、あ、いる、
おらんぞ。あ、こっちいたわ。無害のところか。ブヨ。ゴミの山に生息するブヨの亜種。わあ、お前らめっちゃゴミ袋大量に捨ててやるわ。結局ちょっと待って、アリツカはナイフ。アリツカ見つけてないけど俺まだ。汚ねえなあ。汚ねえところにあるジュースの、あの水。ジュース。飲むやつ。広い。ちょっと広くなーい。うわ。入り口がどっかにあるんじゃないの。缶ジュースとかばっかり。あ、メガミルクや。こんなところにメガミルクモーラもあって、ありがたいけど、あん。で、研究所は結局どこなんでしょう。こんな端っこから入るわけないでしょ。サンドボックスってなんや。なんか一応細いとこ攻めれるようになってるよね。でも違うな。やっぱり囲まれたエリアかな。ああ、もう急に出てくんな。クロアリちゃんを追いかけていけばええんかなって思ったけど、そんな簡単にはあそこには入れへんのかな。なーんかあそこに入る方法があるはずやで。なんか箸みたいなのあるわけじゃないもんな。俺がジャンプするわけじゃないやろ。お、こんなところに。シュメクターリチ。うん？Thank you for coming. Today I will show you nothing less than a quantum leap forward in technology. This is the spacer. It is a machine that has the power to shrink any object many times over, unleashing the power of a miniature world. Now I'm sure that some of you will be skeptical. I have no doubt that a demonstration of this device will show you a vision of the future, of ominous future, of our future.ゴーグルを装着していただき、デモを始めましょう。これが未来です。潰れたラビセ艦。こん中通っていく感じなんじゃない。こん中通っていったら何か出てくるんだと思いますよ。よし、なんかじゃあぽいところに来てる気がするので、このゴミダメエリア。バナナの皮とかも見えてるよね。臭そうなこのゴミダメエリア。ああ、ここをじゃあ次回頑張って
進めていこうかなと思います。すごそうですわ。それではまた、よろしくどうぞ。